スメンテナノです。どうも、初めてなのです水準それやめた方がいい、今回やめた方がいいことはないやろ。どうも、初めてなのです。どうも、初めてなのです。キムマシ。はい、というわけで今回の企画は、理系なら一度やっておきたい24時間化合物生活と言いますとまあやりたいかやりたくないかで言ったら別にやりたくはないんですけど、と言いますとない我々側からしたら、はい、化合物っていうとこれどういう意味、化合物って何、そもそも化合物は2つ以上の元素で構成されるもの、まあ、1つの元素だと単体って言われますね。じゃあ普段俺たちが食ってるあのスナック菓子っていうのは化合物じゃない？基本的に化合物だと思います。あれ化合物なんで、もう分かった。24時間化学式でしか表せないもの生活です。なるほどなるほどなるほど、はい、なるほどね。まあ、ここに大体20種類ぐらいの、化合物および単体を用意しました。まず順番に紹介していくと、まず酢酸。ああ、CH3COH。はい。なるほど。C2H2O4 って書かれてちょっと俺分からへんな、これ。C12H22O11。あ、初頭。スクロース。あ、スクロースね。あの、還元性を示さない物質です。なるほど。あの、そこへんちょっともう我々ちょっと僕はもう忘れたんですけどね。あれだね、開管するとこ同士がくっついた。あ、そうそう。開けなかった。その構造のことヘミアセタール構造と言います。言ったー、そんなのあったー。その構造のことヘミアセタール構造。そんなのあったー。ヘミアセタール構造で開管するとこういう。ヘミアセタールあったな。ヘミアセタール。っていう、まあ以上ね、だいたい20種類ぐらいのメンバー化合物たちと、メンバー代表メンバー、これメンバーなんや。ここからあの神セブンとか決める場合。あ、なるほどね。なるほど、なるほど、神セブン。まあ、これを食料として、まあ1日分の食事をね取っていきたいと思います。なるほどなるほど。嫌、はい、です。いや、僕も嫌です。嫌ですね、これは。僕も嫌なんですけど。嫌です。じゃ、僕水とブドウともらったら、あとはいらないっす。ああ、気づいたんや。水は全人類欲しい。水だけはもうさすがに前田敦子。あ、でも、まあ、あの炭酸水とナトリウムを熱したら、あの水に入れる。あ、水だ。確かに確かに確かに、熱分解で。まあ、というわけでやっていきたいと思います。メガネのデノミズ、キサントプロテイン反応。はい、じゃあまず今午前ね、今午前10時なんですけど、はい、まだ何も食ったいんでね、はい、まず1食目の朝食をね、食べていきたいと思います。朝食、はい、朝食どうぞ。俺別になくてもいいよとりあえずさ、これらのさ、資料を調べとかへん。調べようか。怖いからネットで調べるわ。特にこの葉酸とか。葉酸は人の場合、有害影響はまだ見られてません。おお、大変だ大変。葉酸の有害影響は今のとこ大丈夫です。ああ、じゃあこれを飲むと、はい、飲むことによって、まあ、体が小さくなったりしないと。まあ、体、それはアポトキシン4869ですからね。そうなってると1日に 100mg 以上の亜鉛サプリを10年以上摂取している男性にがんの危険性が高まります。やって、ああ、それはまあ大丈夫だね。まあ、今日だけやったら多分大丈夫。硫酸アルミニウムカリウムって何の食材？言うな、これはマジで怪しすぎるよな。それは焼き明板なんやけど。焼き明板のこと。へぇ、そこに用意したものの中で唯一あんまり食べん方がいい。マジで？お前があんなドッキリする。お、スクロースでいきます。あ、お前だからそれ、それあの銀鏡ハンドやっといた方がいい。じゃあやってくれ、銀鏡ハンド。はい、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん。お前らバカしか言わないやほんま。じゃあ俺はまあ、ブドウ糖。ブドウ糖いっちゃう。ブドウ糖、ブドウ糖かな。まあ、はい、太るで、お前。いいよ、だって一日今日一日の話だからバレた。はい、いやクエン酸で。あー、美味しいよ。あー、酸っぱいで、お前それ。僕は酢酸で。わかったね。お酢というのは水の中に酢酸が溶けたものだ。これで飲むけど水多めやな、お前。水をで、酢酸を薄めればお酢になります。ちゃんとそれをこうやって薄めて、ちゃんとみあのお酢の濃度調べて、お酢の濃度にします。なるほど、なるほど、はい、じゃあ酢酸がたくさんってことですか。うまい。うーん、おやっぱないな。じゃあ俺もちょっと酢酸塩酸で。葉酸から食いまーす。はい。これサプリってでも各位違いあるんかな、味に。とりあえず一粒ね。てかそのあの本来それ飲むものやからね。あ、子供の時の風邪薬の味ですね、これ。まずくはないけど懐かしいってなった今。でも結構あの普通に慣れたらこれラムネ感が出てくれるわ、これ。はい、じゃあ俺ロコサエキ3円酸食べまーす。はい、じゃあ僕。あはは、すげえこれ。水飲みます。錠剤のサバやか、これ。錠剤のサバや、これ。きっしょ、マジきっしょい。これ水めっちゃ大事。やばい、これマジでサバや。これどこだよ、サインさんって。これサバの皮を粉末にした感じ。あ、いや気持ち悪い、気持ち悪い。そんな聞くだけでもうちょっと耐えられる。で、ちょっとカムシの匂いする。はい、いただきます。うん、でもあのこれ受験生におすすめかもな。科学を受験生にします。
ですよ。これマジで身をもって物質の性質を覚えられる。俺ら多分これ終わる頃にはああはいはいはいみたいな感じで覚えられるかもしれない。科学を身近に感じるっていう意味ではいいかもしれない。非常にめちゃくちゃいい生活をしてるかもしれない。じゃあ、ブドウといただきまーす。ブドウちょっとして。ねえ、ごめんなさい。何が来たん、お前。亜鉛です。まずいね、それ。いや、なんか、苦くないんやけど苦いみたいな味します。あ、でもなんか、口の中結構、病院の味してきた。いや、ブドウとは今までで一番美味しい、さすがに。うわ甘っ。あ、やばなんか、無味なんやけど、なんかこう、浸食されてるというか、歯に亜鉛コーティングされてめっちゃくちょい、これ。お前今何コートしてるの？え塩化ナトリウムです。もうおなじみのね。おなじみやな。このままで食うのきついですけど。ちょっと一回食ってみよう。なんか違うかもしれないから、ね。いきます。もうしょっぱい。辛。当たり前や。当たり前や。やろうな。え、じゃあグルタミン酸ナトリウム。グルタミン酸ナトリウム。おいしいわ。普通に美味しい。おお。グルタミン酸ナトリウムは感動した今。マジ日本。結構美味しくないこれ。うまい。めちゃくちゃ美味しくないこのグルタミン酸ナトリウム。これ使える。これ料理。いやこれ昼飯はこいつとかを使って。これもこれだけで朝ごはんいける全然。体にだいぶ悪いことしている気するなこれ。ああやばいまだ残っとる。じゃあサクさん一旦生でいただきます。生で。うわ。ああ。ああ。いやちょこっちもね。もう汗だるでひどいなれ。閉めてくださいちょっと。匂いがすごっ。百じゃやばい。やめた方がいい。しみいる。これ確実に水で薄めてください。ちょ、お前気持ち悪いって、ほんまやめろよ、やめろ口の中でダイヤ男子怒ってる、マジで死んだわ、死んでも、いや、でもあれで、お前の口の中のアミラーゼによってそのでんぷん、ブドウ糖になります。だからこれの進化系これなんや。その段階行きたいわ、そこで。だからでんぷんによだれ垂らしてブドウ糖にしてから食ったんや。アミラーゼ何時間かかんねん、お前。時間かかんないんだよ。この企画マジで殺傷能力高い。殺傷能力高すぎ。はい、というわけで、腹はねちょっと満たされてないんですけど、まあ朝ごはん終了ということでね、みんな元気になったね。次ね、昼ごはん、待ちたいと思いまーす。はい、昼ごはんでーす。はい、昼ごはんの時間でーす。昼ごはん何をするかって言ってですね、今回は、まあ、昼ごはんなんでみんなで作ろうハンバーガー。はい、あ、でんぷんを固めて3人でパン焼く、肉焼く、レタス焼く。肉どうやって作んのこれ。やっぱグルタミン酸とかこの辺であの肉っぽいものを再現するっていう。まあ、できてるかなこんなこと。はい、じゃあ僕肉作っていきます。基本的にやっぱ固体を水に溶かして焼くっていうことででんぷんはやっぱいるんよね。はい、まず全粉入れました。で、まず旨味成分必要なんで、まずグルタミン酸ナトリウムの少々、動物性を確保するためにドコサヘキサエン酸を2粒、一旦これで肉の種が完成です。で、最後水ね、水少々混ぜます。これで混ぜていく。絶望ビリって絶対できた、絶対絶望ビリよ。絶望ビリよ、絶望ビリよ。じゃあ、肉の種ができたんで、これでね、ちょっと入れていきたいと思います。うえぇ、いや、気持ち悪い。なんか目玉焼きみたいになってる。すげえすげえすげえ。ホットケーキみたいな感じです、ほら。ホットケーキみたいな。はい、はい、というわけでお肉の完成です。みたいな。アスコル、これビタミン C やろ。これ多分野菜に入ってる。いきますか。生地投入。おい、パンっぽいぞ。なんかもうおかゆお好み焼きみたいな感じでね。すげえ、なんかジェルや、ジェル。いや、ちょっともうちょっと、あれ熱弱いな。しばらくほっとくん、これ。いや、これな、あの、積んでますもん。ほら、これやばいよ。ほら、お前のパン、パンできました。もう完成です。すげえ、あ、レタスできてる、ほら。キム、レタスできてるぞ、これ、ほら。レタスできてますね。おー、いいね、いいね。あ、水分、おー、すげえ。はい、よ、もっと水飛ばしていこう。お前の方が、液体多めにいきたい。液体多めに。みずみずしいサラダいきたい。おー、みずみずしい。まあ、でんぷん、砂糖、塩化ナトリウム、酢酸。酢酸ね。はい。これ、パンに持っていく、これ。パンですね。
よし、これ行くぞ。いけ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 。うおーし、ウェッヘイウェッヘイ。なんか醤油の匂いしてきたぞ。まあでもほんまにね、もういい感じになってきてる考え方もできるよね。絶対考え、あくまで考え方。よし、行くぞ。はい、まず下の土台トーン。はい、パンです。で、ここにあれですね、はい、肉です。こちらで、お肉。でもちゃんとバーガーやで、ほらほら。いや、あの、違う、いろんなものを重ねただけのこと、バーガーっていうのさあ、最後ね、こちらを乗せて完成ですね。ほら、ほら、ほら、バーガー、ほら、パン、パンっぽい。まあまあ、まだわからんで。せーの、はい、こちらで、はい、科学バーガーの完成です。ハンバーガーやないかい。いや、ほら、バーガーや、ほら、表面見ろや、ここ醤油ほどハンバーガー。これ、ハンバーガーの色してるやないかい、これ。あのドキドキするな、これ。はい、じゃあ、いただきます。いただきます。うっ、うえ、え、あのね、酢がめっちゃ辛いの、これ、なんかめっちゃ辛くないか、なんか塩辛くないか、なんかごめんなさい。でも意外と賞味期限が5年切れたせんべいの味わい。これ強烈な、強烈な味わいの。これめっちゃ辛いからね、これ。なんかほんまにやばい。なんでこれ食塩めっちゃ入れた。2杯ぐらい入れました。入れすぎや、お前。入れすぎやんかい、お前。あのね、ほんまに惜しい。でほんまに惜しかった。あの塩が間違ってさえなければ多分食えてた。ほんまにしゃっくり止まらんねんけど。さっきから喉めちゃくちゃ痛いんやけど、なんか喉に張り刺さったような痛さがある。メタス食べたら、ごめん、ちょっと待って。はい、というわけで午後11時夜飯の時間でーす。正直ちょっとね、食べんでいいんじゃないですか。もう11時やし、まあ、消灯の時間まであるけど、寝てもいいんじゃないですか。でも俺ら今日ほとんど食ってへんから、うん、クソ腹減ってるやろ。まあ一応昼間はね、やっぱハンバーガーっていうジャンクフードだったんで、はい、夜はちょっと贅沢行こう。ジャンクフード、夜は贅沢に行こう。ジャンクフード。というわけで今日の晩ご飯ですね、お寿司ー。お寿司、はい、お寿司です。昼間と同様ね、各自で作りたいネタを作っていく。食べたいネタを各自で作りましょう。幸いね、なんとこれ酢あるでしょ。酢飯ね。で、ご飯には欠かせないでんぷんあるでしょ。でんぷんあるね。でそう、なんかサバっぽい味のやつもあったし、でんぷんがない、サバっぽいの味もあったし、はい、で米はね、そんなに大したこといらないんで、そんなもんで大丈夫なんですけど、ただちょっと燃やした時に CO2 発火するように炭酸水素ナトリウム少々、ね、あのマグロに入ってる成分のすりつぶしを行います。佐々木さん、さんね。はい、できました。はい、皆さん見てください。こちらで粉末状にすることに成功しました。お、すげえ、なんかめっちゃシュワって言ってる。これ米炊きます。はい、米、こちらでマグロ製作していきたいと思います。おー、めっちゃ白い、めっちゃ白い、いい感じ。これでちょっと蒸していきます。米ですね、皆さん。これうわ、目玉焼き作っちゃったわ。米作ってたんちゃうん、お前。ほらお前、米作ってたんちゃう。目玉焼きやこれ、ほら。お、お前すげえ。なんかやってる。はい、米です。米ですよ、皆さん。すげえ、めっちゃくちゃ目玉焼きや。米の準備完了です。完了。いきますよ。ほいほい、はい、米。どう、この企画。でもほら、さっきってかさ、昼間の料理より絶対もらってるもん。朝素人、昼アマチュア、今プロみたいなとこあるから。そうそうそう。はい、じゃあネタ乗せるよー。うまそう、なんかうまそうな料理。すげえ、すげえ。イカや、溶けたイカや、これ。すいません、ケンサキイカです。ケンサキイカ作りました。勝ってないほどのクオリティでイカ作ってきてるんだよ。衝撃のうまさないけど、すごいでしょ。昼間のリベンジでサイドメニュー、フライドポテト。お前、後ろ姿職人やで、お前。完全にすげえ。何それ、何それ、何それ。しかも顔いってる、顔いってる。すげえ、ポテトや。ポテト絶対こいつ。こういうお菓子はやつなもんな。マジで、せーの、ほい。おい、うわ、うまそう。めっちゃちゃんとポテト作ってる、こいつ。すげえ。完璧にポテト作ってる。素晴らしい化学物質で作ったこのケンサキイカとこのフライドポテト、こちらお値段なんと0円。企画においてこのキツネ色を見れることの、いや、それそれ
つね色は神。じゃあいただきますか。いただきますか。はい、じゃあお三みんなでね、いただきます。いただきます。うん、おかきだ。うまい、おかき。うまい、うまい。うね、天才、天才やわこれ。この環境においてはうまいに属します。これは間違いなくうまい。素晴らしい。でもこれワンチャンスーパーのなんか高級なおかきって言われたら信じるくない？ではない。あ、そこまでじゃなかった、ごめんね。じゃあこれいきます。ちょっともう地雷か分からんけど、見た目は昼間より全然いいよな。まあそうですね、正直全然こう、はい、イカのクオリティがえぐたかない。これマグロ作ってたんじゃない？マグロ、まあ、マグロ作ったんやけど、なんかマグロにならんかった。金沢で取れた剣先。ああ、マジか。あーいいですね。結構安全に食える。安全に食える。あ、日本海側で取れた剣先以下で。おお、これやっぱこれめちゃくちゃジュルジュルやってんがこれ。ジュブジュ。じゃあいくで。いただきます。いただきます。うわぁ、っつイカじゃない、これイカじゃない、これイカじゃない。マッツーか、やわらかくなかった、何が。いや、でも昼食の方がまずかったです。昼食の方がまずかったです。あー、ハンバーガー。はい、でもお前、まあ、さっきのポテトほんまにもう一回食いたい。さっきのポテトが今日一うまかった、さすがに。ほんまになんか今ここに存在することにありがたみすら感じる。